ご乗車ありがとうございます。これは体入ってないじゃんということで、三鷹駅に到着しました最後の人大目特快に乗ってきました。いやー、いろいろ会社、ね、種別があって分かりませんね。ということで三鷹駅降りたことはねないんですよ。外に中はねあるんだけどね、中エキュートがあるんですよね。改札内施設ということで、エキュートじゃなかった、アトレビューでした。また適当なこと言って怒られるということで、初めて外に出ます。本当に来たんですけども、駅はね来たことないんだよね。初めて出ます。どうしようかな、南口からにしよう。三鷹市神代植物公園、杏林大学、神代地なんかがあるね。あれ、アトレは外も店舗があるんですね、南口が三鷹市の方ですね。だから三鷹市って書いてあったんだ。そうだそうだ、ね、北側は武蔵野市と。デッキがあるんだね。え、下に降りたいな。すごい、デッキがちゃんとある。あっちでした。あっちに行きたいんだけど、じゃあこっちから行くしかないか。道がわからないね。なんか斜めに猫を突っ切ってたりとかするんだよね。ちょっと細い道をバスが来るんですね。どうした、走ってどうした。 あっちの方に止まってんだ。何だ、小田急バス、 あそこに止まってんだね。私はちょっとなんかあっちの方に行きたいんだけど、あ、そうだ、東西線がここまで乗り入れてるんですよね。だからこの青い電車、青い車両がね、青いっつっても一部ですけども、ちょっとまたこれもね、私の失態のせいで、カツカツの予定でございます。ほんとダメよね。北口に行きたいと思います。すごい、こんな物産展があるんだ。多分あれでしょうね、緑の窓口だかの、違う、緑の窓口あるわ、ユープラザかの跡地でしょうね。あ、外からも入れるの、これ柵はされてますけど、同じ店舗なんですね。
なんか南口と北口で格差がすごいって聞いたことがありますけど、こちらはあれがないんですね。デッキがない。松の家がある。でも今食べれないんだよね。カラオケ館、店はいっぱいありそうですね。マンションもあるし。北浦というバス停、北浦。じゃあアトレの所在地はどこになるんですかね。武蔵野市なのかな。こっちになるから。ちょっと自体も素敵ですね。さすが武蔵野市って言ったらいいですか。これですね。もう下の部分映さないようになってますよ。三鷹市だからこう斜めに入ってるんだ。こちらは三鷹駅北口駅前広場総合案内板です。三鷹駅北口駅前広場のバス乗り場と周辺の案内をします。案内板の右下にあるボックスの一番上のボタンを押してください。そして北浦のバスでは戻る。ごめんなさいね、本当にカツカツになっちゃった。油揚げの日、油揚げだけが安い。ちょっと中のね、このアトレの施設、確か2階建てなんですよね。見ていきたいと思います。こっちから直接のアトレのね、改札街の店舗に入る改札があるんですね。全部 IC 専用ということで、平日は10時まで、土日は21時9時までとなっているみたいです。いや、今となっては見慣れてますけどね、こんな施設の中に発着ね、あれの案内があるって異様な光景ですよね。でエスカレーターがあるんですよ。すごいわ。あ、サブウェイまだある、よかった。なんか無印500っていうお店増えましたよね。500円以下の商品を中心とした日用品店。こうして椅子もあります。一周はできないのか。こっちはお店ないの。少しありますね。であったサブウェイにフロントすごい、スープストックまでジーンズなんかがありますね。すごいよね改札の上から下がっていく。よく作ったね。増築したんですかね、元からあった。どうだったんでしょうか。座れるかな。東京方面はこっちか。クイーンズにしようか、こっちにしようか。ということで、簡単ですみません、三鷹駅でした。あ、来ちゃった。777横浜市青葉区の、ね、方々ですよ。では、三鷹駅でした。ありがとうございました。